エミリアーノ・リカルド・フルートは、コロンビアのボリューバル県カルタヘナ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。2000年にシアトル・マリナーズと契約して、プロ入り。2001年は、開幕を、参加のルーキー級アリゾナリーグ・マリナーズで迎えた。この年は、12試合に先発登板し、5勝3敗、防御率5.8451奪三振を記録した。2002年は、開幕を、 AQ ウィスコンシンティンバーラトラーズで迎えた。この年は33試合に登板し、6勝6敗1、セーブ、防御率3.5599奪三振を記録した。2003年は開幕を AQ インランドエンパイアシックスティシクサーズで迎えた。ここでは42試合に登板し、7勝8敗7、セーブ、 防御率3.7883奪三振を記録した。その後、トリプル A 級タコマレーニアーズに昇格した。ここでは1試合に登板した。2004年は開幕を A 級サンアントニオミッションズで迎えた。この年は43試合に登板し、3勝3敗1、セーブ、防御率5.6656奪三振を記録した。 2005年は前年同様に開幕を AA 級サンアントニオで迎えた。ここでは40試合に登板し2勝3敗12セーブ防御率2.5663奪三振を記録した。その後トリプル A 級タコマに昇格した。ここでは9試合に登板し1勝2敗防御率13.0912奪三振を記録した。2006年は開幕を トリプル A 級タコまで迎えた。5月14日のロサンゼルスエンゼルスオブアナハイム戦でメジャーデビューを果たした。この年はメジャーでは23試合に登板し2勝2敗1セーブ、防御率5.5034奪三振を記録した。マイナーではトリプル A 級タコまで28試合に登板し1勝3敗10セーブ、 防御率3.1855奪三振を記録した。2006年12月13日にホセビドロとのトレードでクリス・スネリングと共にワシントン・ナショナルズへ移籍した。2007年は開幕を参カのトリプル A 級コロンバス・クリッパーズで迎えた。ここでは18試合登板し3勝9敗、防御率5.2668奪三振を記録した。 2007年8月20日に、クリス・カーターとのトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。移籍後は、参加のトリプル A 級ツーソンサイドワインダーズへ移動した。ここでは、6試合に登板し、0勝1敗、防御率2.4514奪三振を記録した。2008年は、開幕をトリプル A 級ツーソンで迎えた。ここでは、49試合登板し、 6勝6敗にセーブ、防御率5.202脱三振を記録した。オフに FA となった。2009年1月にアトランタブレーブスとマイナー契約を結んだ。開幕前に解雇される。その後、ゴールデンベースボールリーグのユマスコーピオンズと契約を結んだ。このチームには、後の第3回 WBC 予選のコロンビア代表に選出されることになるクリスチャンメンドーサ。 ロナルド・ラミレス、イエシド・サラザール、イスマイル・カストロ、ディオベル・アビララ・コロンビア人選手が多く所属していた。ここでは、16試合に登板し、0勝2敗11セーブ、防御率2.0023奪三振を記録した。2009年シーズン途中に、同リーグのツーソン・トロズへ移籍した。ここでは、19試合に登板し、 零勝2敗10セーブ、防御率4.5831奪三振を記録した。2010年は41試合に登板し、5勝4敗17、セーブ、防御率2.1572奪三振を記録した。2011年はアメリカンアソシエーションのスーシティエクスプローラーズと契約を結んだ。6月9日に対談した。 2011年シーズン途中にメキシカンリーグのタバスコ、キャトルメント契約を結んだ。ここでは20試合に登板し、防御率4.0331奪三振を記録した。その後、対談した。2011年7月にスーシティエクスプローラーズに復帰した。2012年はどこのチームにも所属しなかった。2013年に、 アトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュと契約を結んだ。この年は33試合に登板し1勝3敗防御率3.5846奪三振を記録した。2014年は6試合に登板し0勝0敗防御率8.10の成績だった。この年限りで現役を引退した。ありがとうございます。